皆さんこんにちは、娘です。今日は娘だけの質問コーナー、質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイ。好きな食べ物は？肉団子。今クラスで流行ってることは？学校それじゃ、それが流行ってる。好きなアニメは何？エルサとアナ一番。おやつは何？ポッキー。これ食べてる野菜味のポッキー。お母さんのことを特に大好きだなって思うところはありますか？はい、優しいとこ 100% 好きです。娘っちは好きな子のどこが好きですか？イケメンの顔と、うん、優しいところと一緒に帰ってくれるとこです。最近家でハマってる遊びは何ですか？赤ちゃんお世話ごっこ。一日で楽しいなと思うことは何ですか？誕生日。好きなディズニープリンセスは誰ですか？全員。将来の夢は？将来の夢はプリンセスになることです。2020年になった瞬間ジャンプにしましたか？ジャンプって？ジャンプしてないよね。ママにキスしてくれたよね。はい。こっちでジャンプ、こっちジャンプじゃなくて。でやってくれたね。数をいくつまで数えられますか？数？200。本当に？うん。じゃあ200の1個前は？203。自分のチャームポイントは何ですか？眉毛。おかんとの一番の思い出は何ですか？旅行に行ったとき。何の旅行？アメリカ。娘っちが男の子だったら何したいですか？プロポーズ。何歳で結婚したいですか？40歳。好きな勉強は？学科。何歳まで YouTube やりたい？40歳。なんでそんなに可愛いんですか？わかりません。生まれつきです。ママのご飯で一番何が好きですか？お肉巻き巻き。一番好きな YouTuber は誰ですか？まーちゃん、おーちゃん。何歳ですか？今？うん。私？うん。7歳です。はい。ファンの一言、みんなに一言欲しいです。何を？ファンのみんなに一言、どうぞ。みんな、見てくれてありがとう！スポーツは？体育の？そう、体育の何が好き？サッカー。にゃんこよりも好きな人いる？ママ！ママが一番好き。ディズニーの中の男の人で娘っちが一番好きなのは誰？え？ディズニーの中の男の人で王子様の中で一番好きなのは？アリエルの王子様。あ、自分の一番好きなところはどこ？この髪の毛が茶色のとこ。あ、今までで一番嬉しかったことは何ですか？グッとつないで帰った時、うん、ママとの思い出の場所はどこですか？アメリカです。どこに今行きたいですか？今旅行に行きたいです。好きな芸能人はいますか？いません。娘っち逆立ちできる？こうやってするの？そうできます。やっていいですか？いいよ。危ない。どうする？まだやる？学校が一番楽しいと思う瞬間は？みんなで遊ぶこと、うん、楽しいよね。テストの最高得点は100点。漢字で100点取ったよね、うん、賢かったね。娘っちが一番好きな人は誰？くんとママ。ありがとう。動画の中で一番楽しかった企画は？お化粧をするの。お互いに？そう。ママのいいところを3つ教えて。最初は、うん、優しいとこ、うん、すぐ泣いたら、
横に近づいてくれるところ、あとすぐ泣いたら大丈夫って横で言ってくれること、だけだけかいい、ね、もっとある、もっとある、あ、いいよ、3つでいいんだって。将来はどんな人と結婚したいですか？クォーターってこと分かってますか？知ってる、クォーターね、うん、え、クォーターって言った今、うん、あ、クォーター意味分かる、分かる、あのハーフの子供ね、そうそう、お母さんがハーフで、うん、して生まれたハーフのお母さんのお腹から生まれた人がクォーター。そうです。学校で何人友達できましたか？100人。おかんは可愛い？可愛い、あと痩せてる嘘だ、本当本当。最近習った漢字は何ですか？耳と念、念と、中と、口、うん、ママが死んでしまったらどうする？救急車呼ぶ。おじいちゃんの一番好きなところは？グランパか、うん、優しいところ。ニャンゴの好きなところは？ニャーって言っていつも横で寝てくれること。おかんに直してほしいところは？ちょっとね、私がお口悪くてそれを繰り返してママも言ってくるのを直してほしいです。じゃあお口直してください。はい。好きな色は？好きな色はママと同じ赤です。髪の毛染めてみたいですか？染めてみません。好きなメイク道具は？全部です。給食で好きなものは？パンと味噌汁と牛乳と野菜、うんうん。先生のお話はちゃんと聞いてますか？ちょっとしか聞いてません。なんでよ、聞いて、結構聞いてるけど、うん、たまに聞いてない時ある。何の動物が好きですか？猫と犬とハムスター。好きな男の子のタイプ？好きなタイプは一緒に帰ってくれるとこ、うん。いつもお母さんに感謝してることは？いつもそばにいてくれてありがとうってこと。娘っちは朝起きたらまず何をしますか？まず、うん、朝ごはんを食べて髪を結びます、うん、 あと最初にあのお着替えして朝ごはん食べて、そして髪を結んでおしっこしてランドセルしょって靴履いていきます。娘っちの本気の変顔まで3、2、1。娘ちゃんは何の部活入りたいですか？バレリーナかな。バレエ？バレエです。なさそうだけどね。は、好きな歯磨き粉は？いちご味の歯磨き粉。アリエル、ラプンツェル、アナとエルサ、一番なりたいプリンセスはどれ？エルサもある。あるの？エルサ！ママに言われて一番嬉しかった言葉は？愛してる。ママと仲良しの秘訣は？秘訣って。どうやったらママと仲良しでいられる？秘密は？どうやって？一緒に、うん、ギューしながら寝る。あー、そうだね。英語喋れますか？喋れます。アポー、ブーク、キャンディー、ドーク、エーグ、フィッシュ。今日学校で楽しかったこと？何もありません。辛いことがばっかり。何やったの？算数とか。あ、私好きじゃない。一番好きな歌は？マリーゴールドと、うん、宿命とシャラララのドレ。これだけは絶対嫌ってことは？先生の怖いのは絶対嫌です。あ、一番怖いと思うものは？ママ。娘っちの自分のここはいいところだなって思うのはどこですか？勉強頑張ったね。勉強頑張ってないところがいいところだな。うん、頑張ってるとこ。頑張ってるとこね。ごめんごめん。お気に入りのおもちゃは？リアル赤ちゃん。習い事何したい？習い事か、バレエ。
ママの可愛いと思うところは？ママがニコってしてる。服、文房具、メイク道具、おもちゃの中でプレゼントされるなら何がいいですか？メイク道具。今一番食べたいものは？お肉。妹と弟どっちが欲しい？妹。身長は何センチですか？わかりません。120センチ。指の中でどの指が一番好きですか？うん。小指。小指か。これでしょ？うん。小指、小指。キャベツ、キャベツ。小指、小指。キャベツ、キャベツ。好きな食べ物トップ3。ぶどう。いちご。めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいのはママの匂い。ママの匂い？美味しい。ママは憧れますか？憧れます。髪の毛伸ばし続けたいですか？はい。ママに秘密にしてること、私たちだけに教えて。愛してるって言ってる。頭の中で愛してるってこと秘密にしてます。へえ。リアル赤ちゃんなんて名前？ひな。かっこいい声出してみて。俺といいと思う。すごいでしょ。うん。自分の好きな顔やってみて。なんで可愛い顔やってるの？可愛い顔だ。娘ち的にドキッとする男の子の仕草は何？手つないでるとこ。うん。ドキッてなっちゃう。おかんに秘密にしてることある？うん、ない。もうない。愛してるしかなかった。何してる時が一番幸せですか？ママとドラマ見る時。ママも。休み時間は何をしてるの？休長。娘っちに会いたいです。今度会おうね。あ、終わっちゃった質問。早っ。100個なかったかもね。バイバイ。